トレバー・バーバー選手7勝目イエーイ。はいどうもベントスコーラとナドルでございます。本日も DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思います。今日もですね、バンテリンドームの最終戦ですね、勝ち越すために、勝っていきたいという試合やったんですけども、結果を申しますと見事2対1の勝つことができました。本当にね、いい勝ち方できたかなというふうには思うし、これでね勝ち越しということになりましたので、勝ち越しなんかいつぶりぐらいですかね、それぐらいの本当に、大きな大きな勝利だったかなというふうには思うので、まあ、本当にね広島東洋カープはなんと10連勝してますのでね、まあ、そこに何としても食いついていきたいという試合で、まあ何とかね5ゲームでさあね、空いてるんですけども、ということでいつも通り選手活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。選手活躍の方はこんな風になってます。まあ打線ね、まあ宮崎選手の一発ツーランだけで勝ちましたけども、やっぱ元気ないですよね。まあ選手ね、なかなかつながりが出なかったりっていうところがあったりだとかね、まあうまいことチグハグいかなかったりだとか、根本的に打てない選手っていうのもいるし、なんかやっぱ打てないんですよね。まああのバンテリンドームで、まあ中日ね、いいピッチャーしかやっぱいませんので、なかなかやっぱ1点取るっていうのは難しいかなというふうには思うんですけども、やっぱりなんか打てないっていうのがやっぱちょっと心配かなと思ってます。まあ打てないだけではなくて、守れないんですよね。あと、桑原選手のね、ビッグプレーでね、ちょっと先制点を、防ぐというシーンもあって、やっぱ守備はね、本当にあの外野素晴らしいかなと思うんですけども、やっぱ内野ですよね。牧選手の素晴らしいゲッツーというのもあったんですし、まあ、佐野選手のファインプレーというのもあったんですけども、やっぱあの前進守備だったんですけどね、京田選手は悪送球投げたりとかね、宮崎選手ね、悪送球投げたりだとか、まあ、そういうところのプレーもね、見えますので、まあ、伊藤選手の後はブロッキングですよね。なかなか後ろに座ってしまったりだとか、そういうところもあるので、そういうところのやっぱ守備がやっぱり不安かなっていうふうにはね、改めて今日の試合見て、実感しました。まあ、本当にでもね、その中で少ないチャンスの中、宮崎選手は久しぶりのホームランかなというふうには思うんですけども、来た甘い球をね、見逃さずにレフトスタンドで放り込んでくれましたので、本当に待望の一発だなというふうにはね、思います。まあ、フォアボールとかね、というと形では塁に出れてるので、まあ、あとは本当に長打ですよね。今日ホームラン出ましたけども、そこら辺のやっぱ精査っていうのも、必要になってくるなっていうふうには思いました。まあ、本当にたまにはね、本当にもうビッグ、ね、イニングというか、もう打ちまくって、なんか楽にね、ピッチャーね、してほしいなっていうふうには思うので、そこら辺かなっていうふうにはね、思います。まあ、あとは光選手との相性も難しいですよね。バーバー選手と、まあ、毎回組ませるんですけども、ちょっとね、肩もしんどいしね、やっぱ、かなりしんどくなってきてるので、まあ、長子選手もね、ありたいので、まあ、そこら辺でどう判断していくのかっていうのも難しいかなと思うし、まあ、ね、梶原選手ね、スリーベース、本当待望のね、バッティングしましたので、あそこのちょっと場面でね、伊藤光選手に代打出せなかったっていう部分もあるので、あれバウアー選手続投かなと思ったんですけども、まあ、そこら辺がちょっと難しいなというふうにはね、思いました。ピッチャーの方はもう本当にバウアー選手も様々ですね。フォアボールあったりだとか、ボートあったりだとか、ちょっと荒れた部分もあったんですけども、去年、関東で7回投げて1失点、もうその1失点もフィーダーチョイスの1点で、もうあんなもう防げる失点かなと思うので、実質ゼロですよね。7回無失点。一発もね、ノルマもね、達成しませんでしたし、そこら辺のいいピッチングと、まあ中継ぎね、ちょっと今日は不安やったかなというふうには思うんですけども、伊勢選手もですね、本当に初戦、苦い思い出で、ね、デビューしました、森原選手ですよね。本当に三者凡退今日はあっさり、抑えてくれたので、前までというかね、7回ぐらいで投げてきた時の似たようなピッチング、森原選手できてかなというふうには思うので、まあ、新守護神としてこのままね、頑張っていただきたいなというふうには思います。楽天自体でセーブは似てるんですけどね、ベースの時に来てから初セーブおめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで最後にベントスカトコ選手を決めまして、今日の動画終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、今日の7勝目というところでバーバー選手に会いたいんですけどね、主任昇進としていい仕事をしてくれました。森原選手にこれからの期待を込めて、会いていきたいなというふうには思います。ベントスカトコの方ね、おめでとうございます。はい、今日はね、こんな感じでね、終わっていきたいなというふうに思います。明日が神宮なので、ちょっと打線爆発してほしいですね。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。ここまでご視聴ありがとうございました。今日はチャンネル登録、コメントの方、よろしくお願いします。もこんな感じで撮っておりますので、また見てください。そうだですね、お疲れ様でした。
さあ、フリのキャビアザキキラクアフラルパーダ夢がけ鮮やか空高くかっ飛ばせビアザキ。